こんばんばはこんにちは速と塾の久保です、はい、<laughs> いやー久保さん5本ね5本いきますよ今から5本。<laughs> いや絶対久保さんだったら5本くるなと思ってまぁ、あ、ちょっと100話目からはちょっとあのリセットでお願いします <laughs> リセットで。まあでも100話いきましたねまあ普通にやってもなんだ 200話も300話もまた加速そのうちすると思うんで多分100 200話付近でまた加速すると思うんで, <laughs>、はい、で今回テーマはですね、まあ、今回送っていただいた1個目の動画が、まあ、その添削なんですけど、まあ、僕もあのお送りしました、うん、で、えー、情報、まあ、テーマとしては情報発信する時の、うん、あるあるですね 情報発信あるあるるですね、うん、これね多くの人がやっぱね勘違いしてるというかこんな私でもとかうーんうんんかそのなんかねあれなんですよね。<laughs> 要はまあまあだから僕たちが勝てるんですけどうーん例えばお金かお金系だったらなんか月収100万稼いでないとダメみたいな。 周りを見ると例えばメルマガ書いてる人とかブログ書いてる人が月収100万稼いでるからー発信してるみたいな。うん、で自分は、うん、全然稼いでない。じゃあセルフバック自己アフレートで、ね、3万とか4万とか5万とか10万ぐらいしかも自己アフレート。でこれで稼いでないから発信できないっていう人がほとんどなんですよ。 これねちょっと本屋行ってほしいんですけど本屋行ってほしいんですね例えばその Windows の始め方 Windows10 の始め方まあ絶対初心者でも分かる Windows10 のやり方みたいな絶対本屋行きはあるんで見てくださいうんじゃあその本 Windows10 の始め方っていう本の内容っていうのはもう Windows10 を30年使ってるプロが書いてるのかっていうとそうでもないんですね ネット上に無料で起こってる <laughs> ものが書かれてますから,だからこれねよくあとかこれもあるあるなんですけど要は無料の情報を有料で売ったらそれは詐欺なんじゃないですかみたいなうんっていうのもあるんですよいやなんかそれ無料で出てるよみたいないや逆に僕,か僕の概念から言うとえっ何で無料で出てるのを有料でつけると詐欺なのみたいなじゃあ本屋行けよって話で <laughs> 本屋行ってくださいと本屋に行けば例えばねうーん の iPhone の使い方ってこの前ありましたけど iPhone の使い方ってどうですか無料で落ちてるし無料で聞けるじゃないですか友達に売られてるんですよ値札がだから結局これは自分が値札をつけるかつけないかなんですよ、うん、だからそこの概念が崩れない限り情報発信はできないですしほとんどの人があそんな無料のものを有料で詐欺なんじゃないかって思ってる人が非常に多いのでだから情報発信できないのかなっていう。 いいやいやなんで本屋行ってみないのっていう本屋行けば腐るほどありますよ無料で落ちてるものうんでそれを有料で売ってますはいなのでそこの概念その情報を扱う久保さんの話でもありましたし僕も言ってますけどその情報をどう流すのかなんですよ川上から川下に流せばいいんで川上に流す必要はないですよ 川の流れでこうなんかこう山から流れてくるわけじゃないですか別に山に逆らってねまあ鮭に鮭に,になりたいんだったらいいんですけど鮭って逆らってこう行くじゃないですかいや鮭になりたいんだったらいいんですけどあの普通にもう普通にこう下に流せばいいだけなんですよだから自分より下の人に流せばいいんですよだからその本,本屋で売られてるその本とかもそうじゃないですかね誰に誰に向けて売ってんの いや今から Windows10 を始める人に対して売ってるんですよねでしかも、えー、ネットで出てますでもネット媒体だとよくわからない初心者に売ってるわけじゃないですかでネットで検索していくらでもやり方できるよっていう人は本買わないですよ見向きもしないですよでこの前僕あの実際その本屋行った時にあのまあ僕見てたんですよでそしたらあの年配の人が初めての Windows10 読んでましたよでレジ持って,ってってましたよ だから本屋じゃあじゃあじゃあ出版会社もね出版会社もバカなのかって話じゃないですかねっ <laughs> 売れない本をわざわざ出しますっていう市場に少なくても少なくても会社で会議してるだろうしこの本は売れるのか売れないのかっていうのを話し合って出してますよねじゃあその、ね、会社の会議の中でいやなんかいやこ すみませんこれ初めてやる Windows 10の使い方いやこれネットで出てるんですけどこれ売れるんですかねみたいな。っていう議論があった上であると思いますそもそも。初めてやるワードとかエクセルとかいっぱいありますけど。ね要はその出版会社も誰をターゲットになるかなんですよ で、あとじゃあ僕の事例をお話ししましょう僕の事例情報商材完全バイブルねこうめちゃくちゃニッチなんですよで普通の書店ではもう多分あんま売られてないんですよで Amazon で結構プレミア価格ついたりとかしてるんですけど、ね、値段落ちないですねびっくりすることに <laughs> 値段落ちないですよ、うん、なんか、なんか一,一時期値段下がったのかなって1300円ぐらいの値段があったんですけど送料1000円みたいな おい送料円円で価より高いいやんみたいな <laughs> 今僕の「情報詳細完全バイブル」をちょっと調べてくださいアマゾンで、はい、プレミア4000円で売ってるとこもありますから <laughs> でねじゃあ僕は出版会社さんと実際直でねあの行きましたよで担当の方と話したんですけどじゃあなぜ情報詳細完全バイブルっていう本をこれはね僕が出したいわけじゃなくてそのしゅ「週話システム週話シ,システムさん」 週和システムっていう,う出版会社さんの方で出していただいたんですけどその担当の方が「その情報商材完全バイブル」いやこのマーケットがこの本のカテゴリーが全くないとニッチだと狙い目だと <laughs> っていうことでその出したいとでも書ける人がいないっていうことでまあ何人か当たったみたいなんですけど僕にも、ま、回ってきて「ああ僕じゃあやりますよ」ってことで、まあ、その出版に出版に 漕ぎついたわけけなんですけど要はその出版会社も調べてるわけですよたあの市場リサーチをで情報商材っていうカテゴリーの本が今世の中にないとだからその出版会社さんの人も言ってたんですけどそのモデリングしてたのが神田正則さんのコピーライティング大全集だったかなその神田正則さんが出してるコピーライティングのやつもマ,マニアックなやつで4,000円ぐらい値段ついてるんですね定価4,000円だったかな それをちょっとイメージして情報商材版みたいなだからまあそんな感じですそうであの僕の本はん何万部とかね何十万部は売れてないですけどずっと売れ続けてますちょっとずつまあ印税は入ってないですけど全然入ってないですけど <laughs> 印税はですねまああの、えー、最初3000分ぐらいでするんですかねわかんないですけど最初その初版ですった分だけ、えー、印税40万です えこちら入ってきましたけどその後は全くないって <laughs>、はいうでもそのドワーって売れるものじゃなくてちょこちょこ売れてますちょこちょこだから毎日毎日1冊はその盛りすぎかでも3日にいっぺんとか、うん、売れてんじゃないですかねなぜなぜ売れるのかっていうとないからです <laughs> ないから <laughs> 情報商材って何やろうみたいな、うん、情報商材完全バイブルじゃないですか なんだこの本みたいな話なわけですよだからある一定の人には響くわけですよこれから情報商材でも情報商材詐欺と思ってる人には響かないわけですでもこれから情報商材ちょっとやってみたいなと思う人に響くわけです分かりますだからその、うん、久保さんの添削でもありましたけどそのセルフバックっていうキーワードですね でこのセルフバックっていうキーワードが分かんない人もいるわけですよ自己アフリエートすら分かんない人は何ですかアフリエートって何ですかみたいな要はアフリエートっていう単語すら分かんない人もいるわけですよだからこれがもっとターゲットを絞って主うん、ね、久保さんの添削でもありますけども、まあ、内職とかうん内職で、えー、30分な30分の内職で30分の内職で 30分のパソコン作業の内職で、えー、月に10万稼ぐ方法とかどうですかそうすると、うん、結構リーチい、うん、きますよね内職を探してる人まあ自己アフリエイト知らない人い,いねアフリエイトまだ知らない人いっぱいいますからねうんそういまだにいますよだってその例えばアドセンスってアドセンスこの動画見られてる方でもアドセンス知らない人もいてると思うんですけどアドセンスってもう十何年前からあるんですよ でも未だにアドセンスの教材売れてるますからねどうやってアドセンスやんのみたいな。い <laughs> まだに今。だからもう常に初心者があの日本から子供がこが出生しない出生する限りずっと一日確か3,000人ぐらい生まれてるんですかねちょっとデータ見ればデータ探せば出てくると思うんですけど子供が毎日生まれてるんですよ。ということが子供が生まれた数だけ初心者が生まれるんですよ。 だから初心者が生まれないっていうことは子供が生まれないってことです。申し上げますね。初心者が生まれないってことは子供が生まれないってことです。だから常に初心者は生まれてるんですよ、市場に。だから市場の本屋さんに行くと9割7割、8割、9割はほとんど初心者向けへのものが多いです。ほとんどが。で、初心者の人が買うんです。初心者の人が調べるんです。初心者の人が情報を欲しいんです。だから、 誰でも発信できるんですけどこの概念が崩れない限り発信何で,で,で発信ができないのかっていうとこんな結果じゃとかこんなことっていう話なんですねこんな私じゃとかこんな情報じゃとか関係ないです川上から川下に流すっていうこの概念をしっかりと入れて本屋さんに行ってくださいで本屋さんに本当にいろんなありとあらゆる本があります売られてます値札がつけられて。 ででいろんなジャンルで初心者向けのやつが売られてますだから本当に,の、うんねにね、iPhone の使い方僕行った時ね iPhone の使い方ソフトバンク版 au 版ドコモ版何が変わるのみたいな <laughs> どうですか <laughs> 分かりますこれもだからね iPhoneiPhone8 かなんだか忘れましたけど au 版ソフトバンク版、うん、ドコモ版でこう 3冊売られてたんですよえー、みたいな <laughs> 変わるそれみたいなじゃあじゃあじゃあそれなんで出してるのかっていうとそのドコモを使ってる人に向けての本なわけですよドコモを使っドコモの iPhone みたいな <laughs> いやこれまあまあまあま <laughs> あみたいな <laughs> どうっすかうん,なんかほ本当本屋行った方が情報発信これから始めたいっていう人は本屋にもう 常に本屋行ってどういう本が世の中に出てるのかあこんな市場もあんねんなとかあこんな本も値札ついて売られてるんだなっていうその概念を崩すっていうことをやった方がいいと思います。うんほとんど本屋行,行くと多分自分の好きなカテゴリーしか見ないと思うんですよ僕も全部見るんで本屋行くと。要はなんかねあの久保さんの新しい発見みたいなのあったと思うんですけど発見の話で。 要は発見見を自ら見つけに行くんですよ本屋に行ってあこんな市場もあんねんなとかあこんなジャンルあんのかとかうんでもね本屋いいっすよだって本って情報じゃないですか,か紙代にお金払いますい吉田さん僕本買うのにいや紙がこ,この紙この紙が美しすぎってこの紙代に2,000円払うんだ違いますよねその本に書かれてる情報が欲しくて買うんですよね紙,紙代に2,000円とか払います1,000円とか払わないですよね その情報に勝ってるんですよだから本屋本も情報商材なんですね情報コンテンツなんですよでその情報コンテンツを本っていう媒体にしてるだけですよ、うん、で本っていう媒体にするとうさんくさくなくなるしかも本屋さんに並んでるからうさんくさくないみたいなねだからこの本屋に行くと面白いんですけどそのセールスレターでね例えばうん、うん 宇宙の法則とかセールスレターで宇宙の法則とか書くとなんかうさんくさくなるかもしれないですけどなんかその本屋に宇宙の法則とかがあるとなんか怪しくなくなんか買うとかねそういや本当に本屋のタイトルとか古代結構多いですからねだけど本っていうパッケージにするとなんか魔法がかかるんですよ。なんかその認知度 あの市民権を得たといいううか認知されててるんで本っていうのはだからあ,ある程度古代でも別にそこまでうさんくさくなく見えるっていう魔法のこの魔法がかかるわけですよでもセールスレターでちょっとイケイケみたいに書くとイケイケというかそういうなんか情報商材の1ページみたいな価値で書くとうさんくさくなるんですよねでも本にするとうさんくさくなるよじゃないっていうこんな面白いですよねまあ面白いですうん なんで、まあ、これからその情報を発信していくっていうことであるならばあの本屋行ってください今すぐ本屋に行きましょうで本屋に行ってありとあらゆるうん市場を見てニーズを見てうんあこの本はこういう層に向けて出してるんだなあなるほどじゃあこういう層に向ければこんな情報でも有料で売れるんだってわかりますだって、まあ、話を戻すと本当にネットに落ちてますからねネットに落ちてるんですよ ネ例えばあのそうそうそう,そう、えー、僕はあのい昔ですねあ編集ソフトの Adobe Premium Element15 今 Adobe Element18 なのかな、うん、あまあ CC っていうやつもあるんですけどもそれを一回買ったことがあるんですよで買った時にあの本買おうかなと思ったんですねでもネットにも載ってるんですよでもネットに載ってるけど本を買いたいっていう本として買いたいっていう人もいるわけですよ まこれね。あの面白いんですね。そう。そうだから、あとね。その情報の加工の仕方ですね。うん、これもね覚えておくといいんですけど。うん？例えばんん。こういうこ,こういう感じで話すのか、えー、もしくはスーツを着てセミ。ナー、 っていうところで話すのかによってその形が変わるわるけですよでさらにもっとパッケージにして DVD にするとまた変わるわけですよ DVD にするとうんこれね同じ内容なんですけど話してること同じ内容なんですけど形を変えると受け取り方が受け取る人の捉え方が変わっていくっていうこれ面白いですね例えば以前ですね超古いですけどビリーブートキャンプ ビリーブーブトキャンプだいぶ流行りましたあれねビリーさんね億万長者になりましたけど <laughs> ビリーブートキャンプでじゃあこのビリーブートキャンプって DVD を売ってたわけですよダイエットのエクササイズのあれって <laughs> ただダイエットのエクササイズをコミカルにこうやってるだけですよ映像コンテンツですよねわかります <laughs> だからあれを別に DVD じゃなくてネットでそのコンテンツで販売してもいいだろうしいろんな販売方法がありますよ。うん、そうあれもね別にそのビリーさんじゃなくてもだからビリーのあとは僕も最近見てないんであれなんですけどビリーのあとは TRF さんだいぶ売れましたけど <laughs> TRF さんね TRF <laughs> の曲に沿ってなんかエクササイズするみたいな。うん 別に誰がやっても一緒じゃないですか <laughs> ビリーがやるのか TRF やるのか別に誰がやっても一緒じゃないですかだってやってることなんかエクササイズしてんか動いてるだけじゃないですかそんなに変わりますなんか特殊な動きっすかめちゃくちゃあんま変わんないですよねだから形を変え品を変えてるだけなんですよ市場の流れっつのは形を変え品を変えはいだ誰やっても変わんないですよ だからそこで大事なのが発信力、その、えー、まあブランディングティーっていうのがわからないですけど、その、えー、発信をしてって、そして自分の見てくれるメディアを作っていくっていうことが大事ですね。でそうすると、うん僕から商品を買う人が出てくるわけですあこの人の言うことは面白いなとか、あこの人はすごいなとか、うんでそのすごいなって思うのがその気づきを与えられるようなスイッチングだったりとか。 まあそういうちょっとうんテクニカル的な部分というかまあそれは合宿で教えますけれども、うん、ただそのまあこの話をまとめると要は情報発信していく上で概念を崩さないといけないですしあとはあ見てもらえるような工夫ですよね、うん、見てもらえるような工夫をするべきですし、うん、まあちょっと細かいことを言い出すともうきりがないのでまあ合宿でいっぱい教えますそこは。 ただ概念は崩しといてください。合宿参加する前までにその情報発信する上での概念ですね。これはちょっと崩すようにしといてください。うん、はいということで久保さんから送っていただいた動画この後映しますんでよかったら見てみてください。どうぞ。 億万長者合宿91話に対してのレスポンスになります。えー、今回はですね、えー、ご質問といいますか、課題をいただいて、課題の提出をいただいたんで、こちらを合わせて、そして巻末にはですね、私が、この方が書いてるブログを添削しながらの動画になっています。ちょっと長いかもしれませんね。で、課題に関して、えー、吉田さんが言われてましたけども、確かにね、何か新しい発見があったら、私に聞かれたら私に答えるではなくて、新しい発見があったことをドラマティックにアウトブットするんですよ。 それがブログなんですよ。そういうところでブログとか SNS を使っていかないともったいないです。発見があったってことをドラマティックに伝えるためにはどうすればいいかっていうと、例えばですね、近所で子供が、あのー、猫の子供が3匹生まれましたみたいなニュースがあったとするじゃないですか。自分で密かにそれは楽しいんですけども、それをですね、町内で10年ぶりの快挙とか言って書くわけですよ。 うんで、その猫がどんな生い立ちを持っていて、誰に飼われていて、そして3匹生まれたのがどういう風な人生をこれから歩んでいくのかってことをね、ドラマティックに書いていくということなんですよね。まあちょっとこれは場当たり的だったんですけど、そのぐらい膨らまして膨らましていくんですよ。人に迷惑がかからないうちは、そうやって持っていっていいです。盛り上げていくっていうんですかね。で、基本的には発見したらすぐに、発見があったらすぐに、気づきがあったらすぐにアウトプットシェアですよ。で、それを シェアして、見た人が学びになるように、喜びになるように、デコレーションしていくんですよね。事実、ファクトをファクトのまま書いても何にも面白くないんですよ。NHK なんですよ、これは。NHK っていうのはためになるんですけども、事実を事実のままで報道するんで面白くないんですよ。で、えっ、ー、と、民放っていうのはね、バラエティ番組とか、根も葉もないことを面白く伝えるんで視聴率が上がるんですよ。でも内容は空っぽです。内容は絶対 NHK の方がいいです。でも、面白さとか瞬間的な楽しさって言ったら民放なんですよね。こういうふうに我々は、 あのファクトを民法のように、ね、エンターテインメントにしていかないと集客ができないんですよね。ぜひそのようにやっていただきたいかと思います。そしてですね、えー、私はいつも自己否定をしろって言ってますけども、でも今回はね自己肯定の話します。それは記事を書くとき、アウトプットするときは超自己肯定で言ってください。超自己肯定じゃなくてダメですよ。そのね、やっぱり、ね、初心者ですっていうことであの、責任回避しちゃいけないですよあの。プロなんですよ。発信する以上プロ。アウトプットする以上プロ。 でも、それは誰に対してプロなのかっていうと、自分よりも情報の質が悪い人に対してプロなんですよ。ね。自分の情報レベルよりも高い人に対しては、はい、すいませんでしたですよ。それは当たり前じゃないですか。で、いつまで経っても情報発信できないですよ。そんなこと言ったら。だって、誰のレベルまで行ったら情報発信していいんですかってものはなくて、吉谷さんが言われてたように、自分よりも、情報、あのね、言葉は悪いですけど、はっきり言います。自分よりも情報弱者に対して、 あなたはセールスをかけていくんですよ。で、自分よりも情報強者の方にはセールスがかけられないんですよ。これはもう事実なんですよ。どう考えても事実。だって小学生が小学校の先生に教わるしかないじゃないですか。ね。中学校の先生は中学生に教えるんですよ。情報の差があるんですよ。情報の格差が。ね。で、オリンピックの選手で体操をむちゃくちゃすごくすごい人が、 自分よりも体力がない人とか体育的技術がない人の先生にはなれるけど、じゃあ物理の先生にはなれないんですよで。そういうような形で自分は誰に対して情報で勝っているのかってことを探すためにも情報発信は超自己肯定でいくんですよ。当然ですね、ちゃちゃが入りますよ。あの 発信者よりも情報の質が高い人から見たら、お前そんなレベルでやんないよってことになりますけども、情報の質がもっと高い人、こういう本当に高い人っていうのは、自分よりも情報の質が低い人に対して、そんなことしません。目に入らないんで。だからそういう人は、情報の質が高いふりをして低い人なんですよ。だからそういう人ですら顧客にもなりますし、まあそういう人はどんどんね、追っ払っていけばいい話なんですね。ちょっとまとめますとね、発信するときは超自,自己肯定で言ってください。自信を持ってやってください。 初心者でいるのは最初の1秒だけ。それは許します。2秒目からは初心者じゃないです。もうね。プロですよ。で、そういった形で読ませていただきますね。えー、まあ、市役所に行って対応がよく、えー、イメージが崩れたってこと書いてますよね。で、お客様と呼びかけつつ、だからこういう発見ってのはすごくいいと思いますよ。大体いいね、多くの方が市役所ってのは能力の低い人がやってるっていうふうに先入観を持ってますけども、そんなことはないんですよ。ねそういうことはないです。能力が高い人もいる。 で、民間で能力の低い人は多いです。ね。いい気になってるけど、民間の方がレベル低いですよ。ね、これはなんでかっていうと、民間は赤字ばっかりなんですよ。で、あの、何ですかね、働く意欲のない人が就業してるんですよ。いつか辞めちゃうけんね、みたいな人が。でも、公務員さんって、公務員になりたくて公務員試験受けてる人ばっかりですからね。基本的には、公務員という立場に対しての労働意欲は高いんですよ。でも、就職活動でやっと入った会社、正社員をもぎ取った人、派遣社員やってる人、 労働力高いですかねみたいなことをみたいなことを記事で書いていくんですよ意外な視点を書いていくんですよねそうすることによって実際に自分が公務員をやっている方はあこういう風うに見てくれる人もいるんだ嬉しいなぁになったり一般の勝った気でいるね公務員さんよりも自分はいけてると思ってる社員さんがちょっと考えを改めたり感情を揺さぶられてこの野郎と思うわけなんですよそれがだから 心に響く。反応するってことなんですよね。そういう風に書いていったらいいと思います。そのネタとしては非常にいい目の付き所なんで、これをこの課題提出で終わらせちゃうのは惜しいんですよ。ぜひね、これを、例えば、最終的なセルフバックをやりましょうっていう風に、スイッチできるような記事にしていただければいいんではないかなと思いますよね。<laughs> はい。そうですね。お役所仕事というね、言葉ってのはもう古いです。昔はそうだったかもしれませんけども、今はね、あのー、市役所でも、県庁でも、 寝泊まりせずに、違残業むちゃくちゃしてますよ <laughs> す。すごい大変ですよ。つまらないと思いますよ。民間でやってる方は。うん、で、えー、久保さんの話とか重なりますが、こうして周りがどんどん進んでいることに気づかず、自分は上にいるつもりで馬鹿にしているといつの間にか取り残されてしまうんだなとか思いました。その通りです。そういう時ね、人を見たら自己否定して、その人が正しいんじゃないかなと思う。自分が発信するときは自己肯定しながら、これでいいんだと。 自分よりも分かってない人に対して発信してるんだからいいんだよと。私より分かってる人は聞かないでって見ないであなたの方が詳しいんだから私が出シリりしますって話をすればいいんですよ。はい、えー、じゃあね、ブログの方、やんわりとチェックしてますんでご覧ください。サイトを作っていただきましてありがとうございます。とてもいいんじゃないですかね。まあ、言うとすればですね、タイトルが人目を引かないんですよ。タイトルもうちょっと気をつけた方がいいと思います。具体的にどうするかと言いますと、例えばこちらを見てください。 え、本日1件1000円、えー、今月27件8万8,481円って書いてますね。例えばこの辺を抜き出してタイトルにするんですよ。と、副業で9万円、月収9万円っていうタイトルにするとかね、えー、それをもうちょっとデコレーションしていって、1日30分の、なんか作業で月収9万円とかに書いていくとかね、そういうふうに、え、そんな方法あんのって思わせた方がいいです。今のタイトルは えー、セルフバックで毎日稼ぐ。ね。セルフバックって言葉がちょっと分かりにくかったらそれで終わりなんですよ。自己アフィリエットって書くんだったらまだしもんですけどね。それよりも、セルフバックで毎日稼ぐというよりも、さ、何、1日30分の作業で、えー、なんかね、これ、これだけ稼いだよとか、在宅こっそりとかね、うん、なんか副業、自宅で副業とか、 うん、なんかそんな感じじゃないですかもう今その思いつかないですけども少しずつそういうのを考えていくといいのかなと私の場合はね30分で2万6000円とかっていうタイトルでフェイスブックに投稿したのが始まりだったかなと思いますで次の日がやっぱり30分で、えー、5万2千円とかね次の日が30分で8万円とか <laughs> すごいでしょだから全て30分っていうでタイトルをつけて日々日々売り上げが上がっていくってことを3日間続けたんですけどね さすがに4日目っていうのはそんなに売り上げ作れなかったんでやめましたけど、まあ、そういう,うにタイトルで人目を引くように誰にでもフックする心に引っかかるようにやった方がいいと思います、まあ、3月3日にセルフバック始めましたっていうタイトルなんですけどもこれもね3月3日から、えー、3月15日でもかな15日17日ですか17日なんで2週間で9万円とかっていうタイトルがあるんじゃないですかね 実績2週間で9万みたいなねあとはまあ文章の書き方なんですけどもええー、まあここはね人間味が出てていいなと思うところもあるんでこうしなさいあれしなさいってことは特に私からありません私だったらこう書くのになっていのはあるんですけどもこれはね私が書くように書くよりもその人の性格に合ったように書いた方がいいと思いますただねこれ残念なことにせっかく人柄がこうやって文章に出てるのにこのねプロフィールがないんですよプロフィール絶対いりますよ プロフィールを左上に書いいてください、えー、これが顔出しができないんだったら架空の人物を想定してね年齢とか性別とか性格とか趣味とかっていうのを自分で設定して漫画の登場人物みたいにしてその人を運営するみたいな形でその人にこれをねやっているっていうその人がそのこのセルフバックをやってるっていう点で、ね、やった方がいいと思いますパソコンのスペックとかも書いた方がいいと思いますよね例えばあの中古で買った2万円のノートパソコンでやってますとか あの、スマホだけでやってますとかね。そういうふうなことを書いて、リアリティを持たしていくってことですか。あとは特に悪いことなです。あ、プロフィールありますね。このプロフィールはダメですね。あの、ラーメンのことをやるんだったらいいんですよ。うーん、これはちょっとないな。もし、ラーメンをどうしても出したいんだったら、ラーメンの横にスマホかパソコンをチラッとでも出しといてください。セルフバックラーメン屋とかね。ネットビジネスラーメン屋とか、なんかそんなふうな、 あの名前をのまあ他にもいろいろとねあでも文章はこういう風な形でいいですよいいんですけどももうちょっとメリハリをつけた方がいいですねタイトルを太字にするとかねそれからこういうところを太字にするとかこういうなんか1、えー、件で満単位とかね、うん、まあ短期間に何件も申し込むと信用情報に傷がつきっていうところもそうですね、えー、これは詳細は明日の記事で。 書きますとかってていうににして明日に期待を持たせるとか、ねうん。これも「注意書きをよく読んでから」ってありますんでどういうところを読めばいいかってことをねあの翌日の記事で細かく書きますとかねそういうふうにすると自分でも次の日何書けばいいかっていうのが分かりますよねだからこうザクッとした概要を出して明日からは詳しくやっていきますまずはどの案件をやっていったかっていうのを分析してみましょうとかそれから この A8 ネットの登録の仕方を画像とかね動画で説明しますみたいなことでストーリーを作っていくんですよそうすると次の日とかその次の日とか当面何日間か何日間かやらなければならない記事ってのが決まってきますよねで、えー、書くことが決まってるんでパソコン開いた時にはサクサク進むって形になりますそういうふうにやってみたらどうですかねちょっと長くなりましたけど以上です